セント・マーガレット・教会堂・エディンバラ教会堂内部。セント・マーガレット・教会堂は、スコットランド・エディンバラ城内で最も古い建物、典型的なノルマン建築である。スコットランド王妃生・マーガレットによってこの小さな、教会堂が寄進されたと言われてきたが、最近の調査により、マーガレットの4男で1124年に即位した、デイエビッド1世が12世紀に建て始めたことが分かった。 大きさの様々な石で組まれた小さな建物は、スコットランドやアイルランドのケルトの影響を受けた、境界道にいくつかの点で似通っている。長方形の建物は、内部の高さが3メートル、入り口の扉は4.87メートル、典型的なノルマン風の内陣が1.52メートルの広さで、山形の鋳造に飾られている。北側の壁は塗り替えられていて、味方の外壁は、 創建寺からのもので61センチの厚さである、5つの丸窓と入り口扉状の丸いアーチは、ノルマン様式をそのものである。1314年3月14日の晩、エディンバラ城は、ロバート一世と利害が一致した、初代マリー博、トーマス・ランドルフによって攻略された。彼はこの小さな境界道を除き、木打ちのすべての建物を破壊し尽くした。 1329年に死の床でロバート一世はマーガレット王妃の物語を話し40本堂を用いて教会堂の改修をする用法を発令した。後何年もの間建物は木内の王室教会堂として知られた。教会堂はプロテスタントの宗教改革時に廃れた。16世紀には火薬を売る店として使われた。19世紀 サーダニエル・ウィルソンは1853年にビクトリア女王の支援を受け自身が監督する修復事業でこの建物を世間に知らしめた。1929年に教会堂は以前のように使用できるまでになり、1934年3月16日に修復され奉納されたセント・マーガレット教会堂教会がイギリス王女マーガレットの講演の下、 レディー・ラッセルの式で1942年に始まった。1993年は、聖マーガレット没後9 0 0年で、ヒストリック・スコットランドが、教会道に、新しい祭壇符や十席のベンチ、事前箱などを新しく設置した、教会道教会のメンバーによって、観光客や信者を迎えるべく常に、鮮やかな花々が飾られている。12月25日26日、1月1日2日を、 覗いて年中見学できる。ありがとうございます。